みさこスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、みさこです。今回は2023年に行ったタイ・バンコクでの食べ物の様子をご紹介します。昨年の7月1ヶ月間タイのバンコクに滞在していたんですけど、その際に食べたものを中心にお届けする動画となっています。いや、もうまず機内食からとってもとっても楽しく過ごさせていただきまして、あっという間にタイに着きました。都心部へは電車で向かったんですけど、表記も分かりやすくて初心者でも乗りやすいと思います。最初ね、全然動画撮ってなかったのよね。そして BTS モノレールに乗り換えて切符を購入してホテルへと向かいました。一定間隔で来るので長時間待たなくていいっていうのも大変嬉しいですね。タイのみさこです。待って、汗が粒なんだが、めっちゃやばない？とにかく暑い。なんか晴天ではないんですけど今日。ここいいやん。めっちゃ食べるとこある。いいな。タイのローカルなお店がめちゃくちゃ大好きなので最高の立地でした。いいホテルの前のお店でね、ご飯を食べることにしました。なんだけど、これいくらって聞こうとして、あなたの年齢いくつって間違ってタイ語で聞いちゃった。間違った。よし、ご飯を食べます。卵焼きとエビ入ってます。でこれグリーンカレー、ですね。はい、すごい。コップがおい、ディズニーあははは、コップの中ローマが水もらったおい、ディズニー、コップママがコップンかえー、来おいあげうん、超パママパマン。あん。誰か。可愛いカップマン。が。が。ランブタン。食べます。久々。こうやって詰め買って入れてミヨンって。ミヨンって。出ました。美しい。あ、うまっ。おっきいサンガーがこれね、一個食べたらね、もっと食べたくなっちゃうから困るんだよね。冷やすともっと美味しいかも。でも固くなっちゃうから、実はそのままでもいいんだよね。あの、めっちゃ長くなければ OK。 それからというもの、ホテル前で毎日飲んだくれてましたね。そもそもなんですけど、今回のバンコクの滞在の目的はノマドニアへの参加なんですよ。ノマドニアは1ヶ月間で海外始終とリモートでもできる職種10職種を体験するっていうプログラムです。講座は午前中のみなんで、終わったら大体みんなでご飯行ってました。まあ午後から何もなければどこかにみんなでお出かけしたりとかっていう楽しみ方もしてましたね。ちなみにここはね、アウトレットです。いろんな商品があって面白かったですよ。タイといえば屋台飯。いろんな種類があって何食べようかいつも迷います。サムタン、名前忘れたラップなんだっけ忘れた。カオバクン、ゲイ。はい、こちらはカオマンガイ屋さん。ほんと美味しいのでおすすめです。ここ、カオマンガイです。揚げたやつもつけました。トッピングとスープ。はい、海外でそれでもらうことある？ね、これ10バーツってことです？そうです。やば。
ちらはカオソイ屋さん、講座が終わってみんなで行ったんですけど、場所覚えてないんですけどね。カオソイは北部の料理みたいです。とっても美味しいんで、こちらもおすすめです。ここはプロンポンにあるイムちゃんというタイ料理屋さんで、トンローとかプロンポンは本当に日本人が多いんで、メニューが基本的に日本語書かれています。メニューも豊富で、毎回どれ頼むか悩むぐらいの量でした。めっちゃメニューあるやん。これめっちゃ初めて見た。全部小分けなの。面白い。これ砂糖でしょ。砂糖とチーズが小分けになってて、外国人向けにはいいかもね。これお酢でしょ。確かに、ね、これトマトで、これが多分チリ、これトマトケチャップ、はいはいはい、でこれだけはね、作んなきゃいけないから、ね、ナンプラーです。全部載せます。レッカーしてるストーリー、買ったばかりの袋をレッカーしてるストーリーが上がり、その後眼帯してる、その病院で眼帯とか全部がけで全部混ぜます。もう全部混ぜる。砂糖結構かけちゃった。また北海食べてないかも、うん、そう、私も今回初めてなんだけど、うん、にしてはちょっと、うん、このパッタイはなんかデロデロだな。確かに。こちらはバーガーキング。バーガーキングについてはこの動画が上がっているので、よかったら見てください。いいバーガー、ロイヤーロイヤーキマー。你去哪一方吗？放队。啊啦！喂！你来来日本？阿来啦！买波米波米米。妈妈烤它。啊！太阳来了。この日はタイのクラブに行ってきました。クラブに行くときにはパスポートの、クラブに入るにはパスポートの提示が必要になります。あと手持ちの飲み物は回収されるので注意してください。ワンタンです。食べます。食べるよ。うまっ。もうタイのこのスープのうまさやばい。今日はね、ホテルの前のところご飯出てなくて、土日はねちょっと屋台少ないみたいで、ちょっと歩いてきたらいつもホテルの前でご飯をしてるおばちゃんに会って、美佐子さん言われました。うん、めっちゃ美味しい。味だす。ふーだいな、こい、こいけんの、ふー、こい、こい、こん、さかなーるかば、こいや。ねえ。わ。だっけよ。さあ、こん、みるんはやさ、さあ、けきくるいとな、みるべんれ。うん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 。これはすごいや。ここでも編成されてたお。ポークバーガーとポテトとココア頼んじゃった。あとね、これチーズ違うわ。チキン。ちっちゃい。ナゲットですね。めっちゃちっちゃい。めっちゃちっちゃい、熱い、めっちゃちっちゃい、熱い。これが49バーツで、このセットが99かなです。で、多分どっかでケチャップを取らなきゃいけないけど、今もう動きたくない。食べる。甘い。甘いけどうまい。
ポテト。ポテトも毎日たったりジャンキー。いいですね、この風景。豚柔らか。え、美味しいかも。これ食べてみないかな。いただきます。熱っ。うん。ナゲット。うまっ。あれついてる。でかいね。めっちゃでかい。駅だし、そこトクトク乗り場、タクシー乗り場みたいなのあるし、いや今日はね、今タイは32度ぐらい、日本が37度って聞いてびっくりしました。日本の方が暑いよ。タイめっちゃ暑いと思ってたけど日本の方が全然暑い。今日はどこに行こうかなと思いつつマックを食べたので一旦ホテルに帰ります。暑い。編集したい。編集しようかな。